2年ほど前にフリーマーケットで購入した RX7 のトイラジコンです。購入価格は1000円ととても安く購入できました。パッケージはイエローのボディカラーですが、購入したのは赤色ボディです。イエローの FD はイニシャル D の高橋圭介を思い出しますね。屋外専用と書かれていますが、トイラジでもそれなりに走れるんでしょうかね。ボディカラーは3種類あるようで、電波は 40MHz 帯を使用しています。開封してみると、トイラジの割に結構リアルにできていました。ホイール内側にはブレーキディスクも表現されており、いい感じ。組み立て不良なのか、若干窓パーツが浮いて、屋根に隙間ができていました。そして驚いたのが、トイラジなのに駆動輪にデフが入っています。こちらは結構前に紹介した24分の1スケール BMW M3 のトイラジコンです。もちろん駆動輪にデフなど入っていません。スケールは書かれていませんでしたが、24分の1より若干大きめなので約20分の1スケールってところでしょうかね。操作はトイラジなので、前後左右ともに細かい操作はできず、0か100かの操作です。宮城県気仙沼市にあるリサイクルショップ富士さんのミニッツ用コースで走らせてみます。動画の撮影に関して店主の方に快く承諾していただきました。本当にありがとうございます。トイラジ特有のオンオフのみの操作なので、なかなかコントロールが難しいです。少しずつコントロールできるようになってきました。屋外用と記載されていましたが、スピードは思ったより遅めでした。駆動輪のデフ効果に関してもデフのないファーストミニッツに比べてあまり効果は感じられませんでした。それでもたった1000円でこれだけ楽しめるのでとても満足ですね。そして普段ドローンや空ものラジコンしかやっていないので、車のラジコンも新鮮味があって楽しいです。